今日もカズ劇場です。よろしくお願いします。はい、本日はこちらです。どん、何でもベスト5ですね。だいぶ前から少々気になっていたこと発表しましょう。はい、なんかね、頭の隅にちょっとずっとなんか気になっていたことございます。はい、さあ第5位からです。こちらです。 JR 中央線三鷹武蔵境駅間の電車の揺れ、すげえ揺れ、結構揺れてるぞ、これです。はい、これもう乗ってる人はわかると思うんですよね。いやいやいや、そうなんだよねっていうね、あの油断してると本当にこうガーって人が傾いちゃって、朝の通勤なんか結構すごいんじゃないですかね。今まだあると思うんですけど、あのこういう状況になってから電車あんま乗ってないのでわからないですが、まあそのままのはずですよね。結構ガーンつってみんなね倒れる感じの、油断してる人はもう通勤慣れてる人はね、もううってこうなるんで、どっか捕まったりとかねするんで大丈夫なんですが、はい、こちらちょっとだいぶ前からもうずっとですよね、ずっと気になってました。はい、5位に食い込んできましたね、やはり。はい、さあ第4位です。こちらです。仮面ライダーはバッタ。はい、これはもうあのバッタですよね。もともとバッタなんで、あの顔がバッタですよね。あのヒーローを見てるとそのこと忘れちゃう。まあそれでいいんですけど、ただまあでもバッタだよなっていうね、まあなんかガキの頃からそんな印象がちょこちょこ出てきちゃうんですよね。バッタだよなっていう、まあ今の仮面ライダーはね、もうなんかすごい素晴らしい、毎回毎回ね若手が出て必ずこう流し入れて売れていくっていうね、その王道がある感じですが、バッタの原型がねもう多分ないと思うんですけど、もともとはバッタだというね、この事実4位に食い込んできました。はい、いいですね、乗ってまいりました。はい、さ、第3位です。こちらです。うさぎ跳びって本当に体に悪かったのかな。はい、これです。うさぎ跳び世代出ました。あの野球部だったんでがっちりやってましたね。うん、あの水飲めなかったっていう世代ですから、あれは今わかるんですよね。やっぱりこうね、ポカリセットなり何なり飲まなきゃ、間もうカラッカラでもう飲んじゃいけねえって言われちゃったから、終わった後水道行ってもうガブ飲みですよね。蛇口開けて本当にこう蛇口に口つけてみたいな、で後ろから押されちゃってね、おい押すんじゃないよなんつって飲んでんだよなんつってね、そんな時代がありましたけど、うさぎ跳びね、これどうなんでしょう。まあ悪いんでしょうね、もうやってないんでみんな。はい、さあ組み込んできました。そしてもうすぐベスト5ですね。こちらです。はい、アメフト問題があった日大の今。はい、ということで今日も多くを語らずいきましょう。はい、さあ2位1位の発表です。これはもうちょっとね個人的ですね。はい、第2位です。はい、イタリア行ってみたいな。はい、ずっとまあ興味ありました。はい、料理とかね、日本と同じぐらい美味しいですし、何よりちょっとコメディアンのねロベルト・ベニーニっていう、Life is Beautiful って映画作った人が、
あの人コメディアンなんですけど、そっからまた日本と同じぐらいね、言葉が難しくて、笑いのレベルもすごく高いんじゃないかなという、まあいろんな人言ってますが、はい、なのですごく昔から興味があって、まあいつかね、状況が落ち着き次第行ってみたいと思います。はい、さあピザを食べるんでしょうか、パスタでしょうか。はい、さあそしてまた同じく1位ですね、こちらです。はい、博多。はい、これはですね、もう前からもう言っとけよ、博多もうちょちょいだろっていう風にね言われちゃうんですけど、一回広島まで行ってそのままね行こうとしたら台風が来ちゃって博多に行けなかったっていうね、新幹線が好きなんでこうねあれだったんですけど、またねこれ落ち着いたら行こうと思ってます。はい、まあワンツーはこの行きたいシリーズになってしまいましたが、はい、今日はこんな感じでございます。以上カズ劇場でした。チャンネル登録よろしくお願いします。